やっと着きました。そっちから入れるかな。はい、なんか爆弾の検査を受けないといけないですね。これタクシー乗り場ですね。昔は駐車場、この前にこの広場が駐車場だったんですけど、今地下になりましたね。ここは入れないみたいですね。エグジットオンリー、向こうですね。これ大体の距離書いてあるんですね。上海駅だと20キロ65元、ルージャーズイだと24キロ。ああ変わった、早いなこれ変わるの。地下鉄で10号線もありますよと。ここです、上海インターナショナルエアポート。あらですね、これ不景気でみんなタクシー乗るお金がないです。着きました。第一ターミナル、第一ターミナル来たな。安全検査か。ですね、その安全検査を受けて、中入りました。ここは1階なので到着のところですね。ここ国内線の到着ですね。国内到着なので、まあアモイとかですね、深圳とかですね、いろいろこういう広州、重慶、風情、いろんなところから飛行機の到着があります。で向こうが国際線ですね。こうちょっと曲がってるんですね。こう扇形みたいになってるんですね。1階は駐車場です。スターバックスはあります。あとまあご飯食べるとこも一応レストランありました。昔あれシャロンとかっていう店、確かなんかあの角っこの方にあったんですよね。あんまり行けてない日本料理屋さん、今なくなりましたね。まあ行けてないというか、あれぐらいしかなかったんですよね。今から思えば良くないけど、当時はあれしかなかった。確かシャロンです。まあ私の視聴者で安藤さん、上海昔のことをよくご存知なんで、シャロンってありましたよね確か。味仙ラーメンあります。今思い出した、ここ来たら。ここも国内線到着ですね。こっちもなんか店あるんかな。こっち店ないか。ないっすね、店はないです。こっちも、あ、ちゃうわ、これ国際線って書いてるわ、香港、東京とかマカオとか台北書いてますね。東京、全日空とか到着するんですね、ここに。まあ私大阪からなんで、本ちゃんに着く便に乗ることないですからね。まあこんな感じです。なんか昔はなんかタクシー乗れへんかとかいろいろ声かけてくる人いましたけど、今はもういないですね。ついじゃあ国際線出発、上の方に行ってみましょう。静かですね。ここで車降りてですね、国際線のこれチェックインカウンターです。こっちから出発ゲートに行きます。いやーこれ中涼しくていいですね。そんな店ないですね、でも考えたら。
多くはないです。まあ空港でご飯食べる人自体そんないないんでしょうかね。ここは東北航空ですね。あ、こっち全日空か。私全日空とか乗ったことないです。高いからもうお金がないんで乗れないです。で向こう行くと国内線ですね。これまあ空港に入るとき同じようにこの安全検査があります。両替屋さんも一応あるんですね。今もあのアリペイ、あのジフバオでクレジットカードを紐付けしといたらもう本当に両替する必要ないと思いますけどね。じゃあ国内線の方行ってみましょう。国内線の方まで行ったらもう全部こう空港の中回ったことになります。まあそれぐらいそんな大きくない場所ですね。カップラーメン食べてる人がいます。ここ国内線ですね。サブウェイやるな。チェックイン、春秋航空です。あ、そうか、こっちから飛んでる国内線ってあれですね、なんか春秋とかなんかちょっとマイナーなやつのような気がするんですよね。そんなことないんかな。アモイ航空とかなんか多分そんな気がします。 LCC じゃないやつ、ちっちゃい航空会社が本ちゃうの国内線なような気がします。東方航空とか国際航空とかあの第2からですからね。第1からはちょっとなんかそんな気がしますね。ローソンがありました。ちょっとなんか冷たいもの飲みたいんですけど、水は持ってるんですけど、なんか売ってるかな、ローソンで。柚子の、なんかでも冷たないな。あっちか、冷たいやつ。これあれなんですよね、糖質ゼロってなってるんですけど、本当かなって思うんですけど、一応これにしよう。空いてるかな。ちょっと上の座るとこ人いっぱいなんで、ちょっとだけ座って、なんかいいカフェあったら行こうと思ったらスタバしかないんで、スタバちょっとあんまり好きじゃないんで、それやったらこれ飲んで後で別のとこでカフェ行きます。とりあえず水分補給します。あっち空いてるわ。あっち座る、まあこっちも空いてるか。座ります。空いてるわ。ちょっとあのさっきの紅茶飲んで、休憩したら楽になりました。ということでですね、今もう一回私これからですね、あのシュージャホイまで歩いて戻りたいですけども、そんな体力はないんで、地下鉄で、帰ります。これ10号線の地下鉄の駅なんですけども、ちょっとですねなんか離れてるんですよね。なんか偏僻なところというか、まあ仕方ないですよね。そんな
近くまで作れないでちょっとだけ歩きます。その工程をですねちょっと皆さんにお見せします。中央線の地下ですね、駅ですね。ちょっとこの外を通らないといけないです。ただ雨降っててもですねこれ屋根があるんで大丈夫です。これ昔の本庁高校ですね。地下とかだったらいいんですけどね、冬とか寒かったり夏は暑いですね。外通らないといけないので、これおそらくなんかちゃんとした通路か地下を通るようにするんでしょうね。なんか一時的な仮で作ってるような気がしますけど、そんなことないんかい。ここがあの地下鉄の入り口ですね。10号線とかってこっちも10号線とかってどういうことやろ。なんでどういうことですか。みんなこっちから行ってるな。さっきの入り口は何でしょうね。これ10号線となってる。理解できないです。まだあるか。まだ先や。こんなあるこれ。さっき階段やからみんな行かなかったんかな。いやー今日はちょっとやっぱり疲れましたね。どれぐらいの時間の動画になったでしょう。2時間ぐらいですかね。2時間か2時間半ぐらいか。まあ皆さんもですねぜひ本茶ウル全制覇、上海の代表的な道なので、行ってみてください。地図あるんで最後説明しときます。今ですね、ここですね、第2ターミナル、第1ターミナル、ここか。今ここにいるんで10号線しか乗れないですよね。2号線に乗ろうと思ったらここからホンチャウルに行ってこう乗り換えるか、
あ、中山公園とか行って乗り換えるかですね。ここから一個、本茶ホーチャージャンの方に戻ってですね、まあ、こっち第2ターミナルですけど、この間のここの駅で2号線に乗り換えて、こう2号線で行くというパターンがあります。ということで、ありがとうございました。